エジプトの神様が日本でとんでもないことになっている。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。皆さんが古代エジプトと聞いて思い浮かべるものは何ですか？おそらく真っ先に上がるのがピラミッドやスフィンクス、ツタンカーメンなど、それからヒエログリフという象形文字や紙の起源となったパピルスなんかも古代エジプトを象徴するものとしてよく知られていますよね。今回ご紹介するのは、日本人はもちろん、エジプト人ですらほとんど知らなかったようなエジプトの古代神が、日本人お得意の魔改造によって一躍有名になってしまったことに、エジプト人女性が驚いたエピソード。それでは早速ご覧ください。エジプト人が日本の魔改造に絶句。私の名前はアムネット、30代のエジプト人よ。今は仕事の都合で日本に住んでいる。日本での生活はもう5年以上になるわね。でもね、来年ようやくエジプトに帰る予定になっているの。久々に両親に会えるのが今から待ち遠しいわ。日本ではたくさんの思い出ができた。エジプト人の私にとっては見るものすべてが新鮮。来日したばかりの頃は文化や習慣の違いに衝撃を受けてばかりだったわ。例えば日本の食事は驚きの連続。味付けなどはもちろんそうだけれど、特にエジプトとの違いを感じたのは生食の多さだったわね。日本で有名な生食といったら寿司や刺身などの魚料理。でも日本人はそれだけじゃなくて、卵や牛肉まで生で食べちゃうの。初めて生卵を食べた時の衝撃は一生忘れられない。あのヌルヌルとした食感はすごく変な感じがしたわ。だけど今では卵かけご飯は私の大好物に。週に 2,3 回は朝食に卵かけご飯を食べているのよ。それから日本人の国民性には心の底から感動。日本人たちと一緒に働いていると、彼らが真摯に仕事に取り組んでいることが伝わってくるの。それに彼らは他者への気遣いが素晴らしい。日本人みたいに困っている人に対してすぐに手を差し伸べるのってなかなかできないことだと思うわ。そして日本の文化の中で私が一番驚いたのは、日本食でも日本人の国民性でもなく、もっと意外なもの。それはなんと日本で人気のあるキャラクターだったの。私がそのキャラクターの存在を初めて知ったのは、日本にやってきてすぐの頃。あの頃はまだ日本語がほとんどわからなかったから、アラビア語通訳スタッフのマリカと日本人の仕事仲間のひなこと3人でランチを取りながら話をしていたわ。マリカは日本での生活が長いのよね。そうね、もう10年以上になるわ。だからアラビア語の通訳はできるけれど、エジプトについては知らないことも結構多いのよ。じゃあ最近流行っているエジプトの神様メジェドは知ってる？メジェド？キャラクターは見たことがあるけれど、あれがエジプトのものだとは知らなかったわ。え？何それ？エジプトと関係のあるキャラクターが日本にいるの？うん、メジェドっていうエジプトの神様で、若い子たちの間でネットから人気に火がついたみたい。そんな神様、私は聞いたことがないわ。え？そうなの？エジプト人のアムネットが知らないってことは、あれはただの設定だったのかしら。てっきり本当にエジプトにいる神様だと思っていたわ。私たち3人はこのような雑談をしていた。メジェドという名前を聞いたのはこの時が初めて。だからそんな設定はフィクションに違いないと思っていたわ。ところがそれは大きな間違いでね。なんとメジェドは本当に古代エジプトの神様だったの。私がその事実を知ったのはこの話をしたずいぶん後のこと。来日からはすでに2年以上が経っていて、私も日本語でのコミュニケーションが取れるようになっていた。あれ？
そんなボールペン持っていたっけ？いつもの3人でランチミーティングをしていると、ひな子が見慣れないボールペンで何やらメモを取っていた。ああ、これ前にみんなで話していたメジェドよ。可愛いでしょ？メジェド？そんな話をしたかしら？忘れちゃったの？ほら、2年くらい前にこうやってランチを食べながら話したじゃない。ああ、思い出したわ。それにしてもこのキャラクター、気の抜けた感じで、よく見るとめちゃくちゃ可愛いわね。これが古代エジプトの神という設定で作られたわけでしょ？見れば見るほど不思議なデザイン。日本人から見たエジプトの神ってこんなイメージなの？いやいや、本物のメジェドもこんな感じなのよ。前にメジェドの話をした後、気になって調べてみたら、メジェドという神様は本当に古代エジプトに存在していたの。エジプトのメジェドもこの見た目のまんまなのよ。じゃあメジェドは日本人が作り出したフィクションじゃなかったのね。こんなにキュートなエジプトの古代神を知らなかったなんて、私の無知ぶりも相当なものね。そんなことないわ。どうやらメジェドはエジプトの神様の中でもかなり知名度が低いみたいなの。現代のエジプト人ならむしろ知らないのが普通なのよ。へえ、そうだったのね。でもそんなにマイナーなエジプトの古代神がなぜ日本で流行することになったのかしら。私が疑問に思っているとマリカがいろいろと解説してくれた。メジェドはね、古代エジプトに伝わる死者の書の中に登場する神様なの。全長は37メートル、グリーンフィールドパピルスという別名でも呼ばれているみたいだわ。37メートル？思ったよりも大きいのね。というか死者の書ってなんだっけ？死者の書っていうのは紀元前950から930年頃のエジプト第三中間期に書かれたもの。当時の女性神官だったネシタ・ネベトイ・シェルーに向けたものだったんですって。その死者の書の中でメジェドは重要な役割を担っていたの？かなりインパクトのある見た目だし、主役級の活躍をしていたんじゃないかしら。私も最初は同じことを思ったわ。でもそうではなかったの。まずメジェドという名前は打ち倒すもの、攻撃するものという意味。そして書物から判明しているのはオシリス神の家にいること、姿は見えず目から何かを発射すること、火を吐くことくらいね。魂が死後の楽園に到達するまでの流れを書いたのが死者の書。そこから推測するに、メジェドは死者の裁判をする冥界の神オシリスの敵を目から出る光線で退治する守護役の神だったみたい。メジェドについて分かっていることはこれくらいなのよ。じゃあメジェドは脇役の神様だったのね。それなら私が知らないのも無理ないわ。でもそんな脇役の神様がどうしてエジプトから遠く離れた日本で人気になったのかしら。2012年に東京と福岡で開催された大英博物館古代エジプト展がきっかけだったみたい。この時初めて日本で死者の書が一般公開され、メジェドは多くの日本人の目に触れることになったのよ。その面白いビジュアルや多くを知られておらず謎に包まれているところが若者たちの間で話題になり、メジェドの注目度は日に日に高まっていったの。そして2016年にはとうとうメジェドを主役とした神々の木というテレビアニメまで放送されたのよ。そのアニメ私も多分見たことがあるわ。今使っているこのボールペンもそのアニメのグッズだったと思うの。まあ私はアニメに興味があったわけじゃなくて、このメジェドのデザインが気に入っただけなんだけれどね。ねえ、そのアニメはどんな内容だったの？舞台となっているのは約3000年前のナイル川のほとり。そこでメジェドが侵略者を光線で退治したり、猫神のバステトが敵を爪で引っかいて攻撃したり、太陽神のラーが凍ったものを溶かしたり、エジプトの神々を面白おかしく描いたショートアニメだったみたい。ラーやバステトなら知っているわ。舞台も登場人物もちゃんとエジプトのものを使ってくれているのね。
アニメは YouTube でも公開されているから、興味があるなら見てみたら？そうなの？ぜひ見てみるわ。後日、私は YouTube で神々の木を視聴。人間と神々が共存していた光景がコミカルに描かれていて、なかなか面白かったし、やっぱりメジェドのビジュアルはその中でも強烈なインパクトを放っていたわ。要するにメジェドは展覧会で日本にお披露目されて注目を集め、アニメ化までされたことで爆発的な人気になったってこと。自分でもメジェドについていろいろと調べてみたのだけれど、スマホゲームや LINE スタンプにも登場するなど、一時期は引っ張りだこの状態だったみたいね。スマホゲームで言うと、フェイトグランドオーダー FGO やパズル&ドラゴンズ、パズドラ、モンスターストライク、モンストといった有名作品がメジェドを起用。 FGO にはニトクリスというメジェドの姿をしたキャラクターがいるのだけれど、出ませいの掛け声とともに登場する姿は悶絶するほど可愛いのよ。それからパズドラに登場するのはメジェドラという名前のキャラクター。壁画のメジェドとは違って猫耳がついていたけれど、こちらもすごく可愛かったわ。さらにメジェドは2016年に映画キングオブエジプトが公開された時には応援神、要するに PR キャラクターに就任しちゃったの。古代エジプト世界で繰り広げられた王座をめぐる壮絶な戦いを描いた同作のスペクタクルな魅力を伝えるため、日本各地で PR を行ったそうよ。その映画に実際にメジェドが出てくるのかどうかは知らないけれど、あんな姿のキャラクターが映画の宣伝をしていたら、気になって見てみたくなった人は多いんじゃないかしら。それからね、日本でメジェドがアニメ化された件はエジプトのメディアでも取り上げられたというの。掲載されたのはエジプト国内の三大日刊誌の一つであるゴムホレイヤ新聞、あとダールヒラール社のカワーキブという芸能文化雑誌でもキービジュアル付きで紹介されていたみたいね。ちなみに雑誌の記事を書いたのは現地在住の日本人女性記者。彼女はたまたまネットで配信されていた神々の木を見て、これは何？と驚きつつ、現地の人たちにそのことを話したんだそう。そしたら、日本人は面白いね、ところでメジェドって何？となり、記事を書く流れになったんですって。だけど記事を書こうとしても、エジプト人はメジェドを知らないし、アラビア文字でメジェドの単語をネット検索しても見つからないから、最終的には考古学の教授に話を伺ったそうよ。日本では人気になったのに、エジプトではネットで調べても出てこないなんて、この違いも面白いわよね。そして私はメジェドについて調べているうちに、いつの間にかメジェドのファンに。メジェドのグッズが欲しくなって、ネット通販でどんな商品があるか調べてみたの。その頃はすでにブームが一段落していたから、グッズは少ないかなと思ったら、生活雑貨や文房具、ぬいぐるみなどメジェドグッズは結構充実していて、私は気に入った商品を片っ端から購入。今も私の家にはぬいぐるみや T シャツ、マグカップなどのメジェドグッズがいっぱいあるのよ。私にとってメジェドは癒し。仕事で疲れて帰ってきても、とぼけた表情のメジェドのぬいぐるみに出迎えられると疲れが取れるような気がするわ。それにしても、ほとんどのエジプト人が知らないような古代神が日本でここまで人気になっていたとは。この事実を知ったことが日本での約5年間の生活の中で一番驚いたことだった。日本人は意外なものをヒットさせるのが本当にうまいわね。メジェドが人気キャラクターになるなんて、エジプト人は誰一人として予想できなかったと思うわ。海外の反応。メジェド可愛いわよね。日本で買ったぬいぐるみとかをいくつか持っているわ。
不思議なことにエジプト人はメジェドをあまり知らない。だがこうして日本で魔改造されて有名になったことを嬉しく思っているよ。エジプトの大切な文化を日本に奪われてしまったわ。なぜエジプト人はこんなに愛らしい神様をうまく生かすことができなかったのかしら。何年も遺跡で過ごした後、日本でこんな扱いを受けるなんて、メジェドは夢にも思わなかっただろうね。まとめ。日本におけるメジェド人気については、過去にエジプトの考古学者たちも言及。スコットランドエジンバラ国立博物館の学芸員を務めるマーガレット・メイトランド博士は、エジプトのマイナーな神であるメジェドが日本のポップカルチャーとしてフューチャーされているのを見ることができとても嬉しい、こんなに人気になるとは思っていなかったなどと SNS に投稿していたそうです。そんな現地ではマイナーなメジェドが日本でヒットした理由はおそらく、見た目のシンプルな B 級感がゆるキャラ好きな日本人の心を捉えたから、エジプト人でもほとんど知らないような古代神を人気キャラクターに仕立て上げるなんて、日本人の美的センスやビジネスセンスはさすがですよね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。